皆さんこんにちは、ナイス食べライフです。キノジーの直腸がんライフ第28回目ですね。今日は、7月31日、7月最終日ですね。もう8月ですか。今年ももう半年切りましたよ。ただいま時間は9時46分、温度が 31.5 度、非常に暑いです。今日はですね、私が入院手術、直腸がんの、経験した中から不思議な怖い話というのをちょっとしてみたいと思います。あらかじめ最初にお断りしておきますが、幽霊とか、その病院にまつわるなんかそういった幽霊とか亡霊とかそういった、お話では一切ありません、ので何かちょっと期待して、不思議な話とかね、そういうのを期待して、不思議な話はあるな、幽霊とか亡霊とか、そういったものを期待されている方はちょっとその話はないので、最初にお断りしておきますね。まずね、私が最初に入院して、放射線と抗がん剤の治療をしたという話をしてきましたけれども、私が飲んだ、抗がん剤というのは TS-1 つって飲む薬なんですよね。軽めのっていうことな、軽めのがんの腫瘍に効くってことなのかもしれないんですけど、やっぱりね、同じようにこう食欲なくなったり副作用とかありましたけど、それによってね、どんな体質とか体調の変化が回ったってことなんですけど、とりあえずね、よく言われてるハゲることはなかったですね。毛が薄くなったりハゲることは、頭はもうそもそもが薄いんで頭はもう若い頃からずっと薄いんでね、でそれでまたもう年食って余計にも年相応にとか年相応以上かな薄くなってきたんで、これは全く分かりませんでした。頭が、これもう眉毛とかそういうのは全部きれいになくなっちゃったりしますからね。そういった変化はありませんでしたが、よくよくちょっと記憶を紐解いてみると、チン毛ですね、おちんちんの毛はごっそり薄くなりましたね。そういえばだから薄くなってたのかな、体毛で。脇毛とかは気がつかなかったけど、チンチンの毛はやっぱりシャワー浴びるんでね、よく見るところでもある、よく見るって言ってもおかしな話だけど、ところなんで薄くなりましたね。ごっそり薄くなってた、なくなりは しませんでしたけど薄くなってた。他はまあ食欲がなくなるとか体力なくなるとかね、そういうのは普通にありましたけどね。あと放射線はね、当てた時はどんな感じかって、これ毎日当ててましたよ、時間ピンポイントにね。すごいんですよね、ピンポイント当てるところもちゃんと分かってますので、これは痛くも痒くも何ともありませんでした。当ててる時はだいたい10分ぐらい照射してるんですよ、じーっとしててね。本当にうんともすんとも痛くも痒くも何ともなかったです。ところが前回もお話ししましたけれど、これがとっても、後遺症はひどかったんですよ。もうおしね、肛門内の腫瘍に照射してるんですけども、肛門からお尻全体からもうザクザクになっちゃいましたからね、皮膚がただれてもう座れなくなるぐらい、お尻も肛門も痛くて、うんちはもう激痛でできないし、軟膏なんかもう全く一切効かないと、そういった後遺症があります。目に見てもひどいもんです。それがあった、そ
それは僕にとっては怖い話。あとね、これ本当に不思議だ、まあ不思議っては不思議だったんですけど、僕あの結構ポロンとしたね、イボ痔ができてたんですよ。でそれを久留米の病院でね、肛門温存手術でがんをもう取り除く腹腔鏡と、あとまあお腹を切る手術をした時にね、あ先生が、あこのイボ痔も一緒に取っちゃうねって、うん、あれでしょって言って、嫌でしょって、あの手術が終わってから別に取るって言ってましたね、取るからねって言われてたんですけど、あの結構ねイボ痔になってたんで、あの、うん、僕も気になってたんで、あそれはお願いします、ね、でも大丈夫かなとか、イボ痔のねあの切り取る手術も結構痛いっていうか、あの後が大変だって聞いたもんですから。ところがね、これ手術を終わってみたら、なくなっちゃってたんですよね。別に先生があの気を利かしてあのイボ痔を切って取ったわけじゃないんですよ。手術を終わってみたら、ところがね、綺麗になくなって、先生がイボ痔取るって言ってたよねって忘れてたって忘れてたんですけど、まあそれもそのはずで、まあ、なくなっちゃってたわけなんでね、しょうがないですよ。でもまあ良かったです。まあこれは不思議といえば不思議で、やっぱりなんか肛門からすぐ2センチぐらいのところをね、ごっそり取り除いてるか、そういうことしてるうちにあれなんでしょうかね、なんかこう他にも影響してなくなっちゃったんでしょうかね。まあそれは不思議っちゃ不思議だ、あれイボジアどこ行っちゃったみたいな、ところなんですけど、まあそんな話がありました。食事ですけどね、2つの病院にわたって全部ね、僕的には病院食欲まずいまずいって言うじゃないですか。僕これでもね食べるの大好きだし、あの、味オンチってわけじゃないんですよ。だけど2つとも病院美味しかったですね。全部どのご飯も楽しみで、3食とも完食してました。まあ、病院入ったらそれしか楽しみないんでね、今日は何だろう今日は何だろうってね、結構あのブログの方にね病院食だけを、テーマにして集めて、書いてある記事もありますので、まあもしよろしかったら、参考までに見てみてください。ちょっとね、近所のスーパーによって買い出しをしてくるというところですね、今から。あとはですね、なんだろうな、お医者さんに変わった考え方のお医者さんはいなかったかっていう問題、あの西洋医学東洋医学の、それ以外のもので全く新しい考え方を持って、独創的なというかね、そういう科学では解明できないような、不思議なことを考えてるようなお医者さん、そういうのを認めてるというか、それもありだろうみたいな、そんなお医者さんっているんだろうかって。がんはね、がんについてもね、まあ、笑ってれば治るんだよとかそれは本当ですとかね、そんなことをもう言っちゃうようなお医者さんいたのかっていうことなんですけど、これがねいたというか、笑っちゃったら治るって話じゃないですよ。これズバリね、僕の主治医です。久留米の病院で、肛門温存のスペシャリストとして僕がですね、セカンドオピニオンで訪ねていって手術をしてもらったその先生なんですけどね、その先生はね、なんか僕やっぱり良い周到、こう見えても良い周到な方でですね、調べたんですよ、ホームページとかその先生のことを、名前で検索してね、どんなお医者さんなんだろうって、どういう実績とかどういうのがあるかって、その中でねやっぱり興味深いことがいろいろ書いてありまして、中学2年だか3年だかの女子中学生でやっぱり肛門温存手術をした、ちょっと直腸がんだったかはちょっと覚えてない、定かじゃないんですけど、手術をした、先生とか、あとやっぱりその先生がクラスになるともう数多い患者さんをね、いろんなパターンのいろんな
とにかく、数多い患者さんを、治療を手術してらっしゃるってこともあるんですけども、その先生曰くね、人間というのはこういうがんとか病気とかいろんなことで寿命があるんだけど、その寿命っていうのはどうも最初から持って生まれた寿命っていうのがあるんじゃないかって、思える節があると、そういうようなこと書いてありましたね。つまり、交通事故で亡くなったり、病気になって、亡くなったり、手術が原因で、生き延びたり亡くなったり、そういうことがいろんなことが、人生には一つあるわけなんですけども、そういうのも含めて全部おにゃって生まれてからその死を迎えるまでの時間とかいろんなきっかけとか出来事っていうのはね、最初から決まってたものじゃないのかって、そういうふうに考えざるを得ないようなところがあるとか、他にもちょっといろいろ書いてあったんですけどね、なんかそういう人間では計り知れない宇宙的な、なんかそういったものに人っていうのはやはりちっぽけなもんだから支配されてる 気もしないではないみたいな、そんなことを書いてる先生でしたね。ということでね、そういうちょっと変わった一般的なお医者さんとは違った、なんか広い視野を持った、先生であったと、が主治医で、なかなか興味深い先生でしたというお話です。その他はですね、病院あるあるでいうところで言うと、看護婦さん、看護婦さんでしたけど、どの先生方も、あと看護婦長さん、お優しい方ばっかりで、文字通り本当天使のような方ばっかりでしたよ。でやっぱりね、ずっと長く2つの病院に入院して見てると、スタッフの方、お医者さん、看護婦さん、看護師さんね含めて、もちろんのことやっぱりね、相当激務ですよね。いつ家に帰っていつ寝てんだろうってぐらい、ほんと大変な仕事なんですね。それは見てても分かります。そんな中、ほんと看護師さんはどの方もほんと優しかったですね。私が自衛隊音楽隊だった頃、最初に付き合ったのが、付き合ったと言えるのかな、自衛隊の当時渋谷かなんかにあった自衛隊病院の看護師さんでしたけどね、私より年下なのに階級はもう幹部だという階級はもう最初からもう幹部、この方は気が強かったか看護婦さん優しかったですよと。あと不思議なこと、不思議っていうのは不思議、血圧がね、やっぱり病院に入ってるとすごい、きちっとした生活をしてるせいか、食生活からいろんなこと安静にしてるとかね、いろいろ管理されてるせいも、血圧が僕高めなんですけど、本当に100-160ぐらいが普通ぐらいのね、前はもっと高かったんですけど、それが普通にきっちりとこう上が140、下が80とか90とかにもう収まってましたね。もうお酒飲んでないっていうのも大きいのかな。血圧が非常に安定して、体重も非常に安定して、やっぱり模範的な生活になりますよね。朝夜はきちっとね、決められた時間に起きても、それもちゃんと管理された食事をしてるわけですもんね。やっぱ大切なことなんですね。入院してても本当にすこぶる体が元気になって、っていうのがありましたね。あとは最後にですけど、やはり何回も言ってますけれども、最も不思議で衝撃を受けたのは、やはり僕が幼なじみで同い年で、親友だった友達が
肺がんのステージ4からもう復活したと。もう今8年10年経ってるかな。で元気です、とても元気です。彼は放射線と抗がん剤の治療だけで、抗がん剤はね、僕みたいな TS1 みたいな飲む薬じゃなくて、あの通って点滴をずっと受けて、それこそ体中の体毛がもう綺麗にずるっと全部、眉毛から何から全部なくなる、髪の毛はもちろんのことね、そのぐらい、あともう食欲も入ってたって言いましたからね、食欲もなくなるという状況だったんですけど、それしご心配なく、すぐに髪の毛とかなくなっても完全復活しますよ。彼もあの羨ましいんです。髪の毛もうふさふさ入ったんですけどね、全部戻ります。その彼がステージ4からのね、肺がんから見事抗がん剤と放射線の治療だけで治って、まあもう治ったと言っていいでしょ、10年経ちますね。まあ、通院は僕、してますけども、それがものすごく、僕の、近しい友達がそういった経験を、がんでね治療でいい事例が出たってことがすごく力強い励みになりましたね。福岡、東京と離れて彼のいる東京にお見舞いに行ったんですけどね、本当にもう今となっては話せれず、これは根性の別れだと思ってたぐらいなんですけれど、またその辺の詳しい話も次回していきたいと思います。木野爺がお送りしました直腸がんライフ、それではまた。